イングランド、イングランドは、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、イギリスを構成する4つの国の一つである。人口は、連合王国の83%以上、面積は、グレートブリテン島の南部の約3分の2を占める。北方は、スコットランドと西方は、ウェールズと接する。北海、アイリッシュ海、大西洋、イギリス海峡に面している。 イングランドの名称は、ドイツ北部、アンゲル半島出身のゲルマン人の一種である、アングル人の土地を意味する、に由来する。イングランドは、ウェールズと共に、かつてのイングランド王国を成していた。日本においては、イングランド、または、イングランド及び、ウェールズを指して、しばしば、通常は、連合王国の意味で用いられる、イギリス、イギリス、または、 英国という呼び方用いられることがあり、このうち英国という場合は、連合王国全体ではなく、競技にイングランド、英格欄を指す意味で使用される場合がある。また、日本語に限らず、様々な言語で文脈によっては、ウェールズを含めた意味もしくは、連合王国全体を指して、イングランドに相当する単語が用いられることもある。しかし、いずれも、 実情を正確に反映したものではなく、ポリティカルコレクトネスに反する、政治的に正しくないとされる。イングランドの名はフランス語で、というように、アングル人の土地という意味である。ローマ領ブリタニアから、ローマ軍団が引き上げた後、ゲルマン系アングロサクソン人が侵入し、ケルト系ブリトン人を征服、または追放して、アングロサクソン7王国が成立した。 アングロサクソンの小王国は、デーンジンを中心とするバイキングの侵入によって壊滅的な打撃を受けたが、878年にウェセックス王アルフレッドが、デデーンジンに打ち勝って、ウェドモアの和議を締結し、デーンロー地方を除くイングランド南部を統一した。886年にアルフレッドは、ロンドンを脱回、エドガー平和王の時代に、北部も統一され、 現在のイングランドとほぼ同じ領域となる。927年にアゼルスカンがイングランド王国を建国。一時イングランド王国はデンマーク王クヌーズ、カヌートに征服されるが、デーン長、その後再びアングロサクソンの王家、ウェセックスが復興する。1066年ノルマンディ以降ギヨーム二世に征服され、ギヨームがウィリアム一世。 征服王として即位、ノルマン朝が開かれた。ノルマン朝がスコットランドへのノルマンコンクエストを開始し、アングロサクソン系の支配者層はほぼ一掃され、フランス語が国王、貴族の公用語となった。プランタジネット朝は英仏に広大な領土を持つ安住帝国となるが、この時期になると、フランス系のイングランド諸領主も次第にイングランドに定着し、 イングランド人としてのアイデンティティを持ち始めた。スコットランド独立戦争は、13世紀から14世紀にかけて長期にわたり、イングランド軍が北部を攻撃したが、1314年に、ロバート・ブルースが、スコットランドの大部分を再征服し、スコットランドの独立を保った、バノック・バーンの戦い。100年戦争、1337年から1453年によって、 フランス領土は、ほぼ完全に失われた。バラ戦争、1455年1485年の際、1485年のボズワースの戦いで、勝利したヘンリー7世が、ウェールズ人のウェールズ大公の決闘から出て、イングランド王家に収まった、チューダー朝。1536年のによる、ウェールズ統合により、単一国家、イングランド及び、ウェールズ都市、 この王朝の家臣団では、ウェールズ人が重要な地位を占めた。こうした経緯から、ウェールズ人は、同王朝のヘンリーパスセイからエリザベス一世までの、国王が推進したイングランド国境会創設などに、強力な姿勢を見せることになったのである。1603年以来、ジェームズ一世がイングランドとスコットランドの両方を、統治していた。スコットランドの宗教改革、新教と革命、 主教戦争、三王国戦争、イングランド、内戦、アイルランド、侵略、イングランド共和国の成立、イングランド王政復古。殺戮時代に、スコットランドを弾圧。大同盟戦争、1688年から1697年、名誉革命、1688年から1689年、ウィリアム・マイット戦争、 1689年から1691年でアイルランドを弾圧。1707年にイングランドとスコットランドが連合してグレートブリテン王国を形成し合同法によって両国の議会は統合されたジャコバイトの反乱。おきっかけに1800年の連合法がグレートブリテン議会及びアイルランド議会の双方で可決され、1801年に グレートブリテン王国とアイルランド王国が合併した実質的にはイギリスによるイルランド併合。このような過程を経て現在につながる民族としてのイングランド人が誕生した。アイルランド独立戦争、1919年から1921年後、1922年に AI 条約でアイルランド自由国が独立し、北部は北アイルランドとして、 イギリスに止まった北アイルランド問題。1996年に北部アイルランド、1999年にはスコットランドに292年ぶりに議会が復活し、ウェールズ議会も開設され、地方文献的自治が始まったが、イングランド議会は議会合同以来存在しない。イングランドの地方行政制度は、時の政府の政策によって変遷が激しく、 歴史的な実態と必ずしも対応していない。例えば、ロンドン市役所は、サッチャー政権、保守党によって廃止され、一種の区役所のみが、世紀の行政組織として機能していたが、2000年に、ブレア政権、労働党によって、クレーターロンドン地域として復活した。現在のイングランドは、行政的に9つの地域に区分される。 このうち大ロンドン地域のみが2000年以降市長と市議会を有するが、その他の地域には知事のような市長は存在せず、議会を設置するかどうかは住民投票によって決まるので、議会が存在しない地域もある。地域を統括する行政庁は存在するが、それほど大きな権限はないつまり、地域は行政上存在しても、あまり実態のある存在とは言えない。 ブレア労働党政権は地域の行政的権限を強化した意向だったが、保守党は反対していた。したがって、現在のところ、実態のある地方行政組織は行政州、または都市州であり、都市州の下級行政単位として区が存在する地域も、あるが都市州がなく、区のみが存在する地域もある。行政州以外に伝統的な州も名目的ながら、 現在も使用されるが、行政的な実態はない。イングランドは、グレートブリテン島の南部約3分の2と、ランツエンド岬南西の大西洋上にある、シリー諸島、イギリス海峡にある、ワイト島などの周辺の小さい島で構成されている。北方は、スコットランドと西方は、ウェールズと接する。連合王国の中で最も、ヨーロッパ大陸に近く、 対岸のフランスまで約3 3トルである。東側は北海に面し、西側はトゥイード川口からスコットランドとの境界沿いに南西へ向かい、アイリッシュ海沿岸部、ウェールズとの境界線を通って、クレートブリテン島の西端ランズエンド岬に達する。北境にあたるスコットランドとの境界は、西のソルウェイ湾からチェビオット丘陵に沿って、東のトゥイード川口まで。 南はイギリス海峡に面している。地形は変化に富み、ティーズ川とエクス川を結ぶ線で分けられる。北部と西部は全般に山岳地帯でペナイン山脈がイングランド北部の背骨を形成している。北西部カンブリアにはカンブリア山地があり、標高978メートルで最高峰のスコーフェル山はイングランドの最高峰でもある。またここは 大小様々な湖が連なる湖水地方として知られ、ピーター・ラビットの物体としても有名である。また、平地の部分もあり、フェンと呼ばれる東部の湿地帯は農業用地になっている。イングランドの最大の都市はロンドンであり、世界でも最も繁栄した都市の一つである。第二の都市は蒸気機関で有名なジェームズ・ワットが生涯のほとんどを過ごしたバーミンガムである。 英仏海峡トンネルによってイングランドは大陸ヨーロッパとつながっている。イングランドで最も大きい天然光は南海岸のプールである。オーストラリアのシドニーに次いで世界で2番目に大きい天然光という主張もあるが、これには異論もある。イングランドは温帯であり、海に囲まれているため気候は比較的穏やかであるが、季節によって気温は変動する。 南西からの偏西風が大西洋の暖かく湿った空気を運んでくるため東側は乾燥しヨーロッパ大陸に近い南側が最も暖かい。高地地帯から離れた地域においては頻繁ではないが冬や早春には雪が降ることがある。イングランドの最高気温の記録は2003年8月10日にケント州のブログデールの摂氏38.5度である。 最低気温の記録は1982年1月10日にシュロップシャー州のエドグモンドの低、摂氏26.1度である。年平均気温は南部で摂氏11.1度、北西部で摂氏8.9度。月平均気温は最も暑い7月で約摂氏16.1度、最も寒い1月で約摂氏4.4度ある。摂氏5度以下になったり、 摂氏30度以上になることは、ほとんどない。ロンドンの月平均気温は、1月が摂氏4.4度、7月が摂氏17.8度である。霧や曇りがちな天気が多く、特にペナイン山脈や内陸部で顕著である。年降水量は760ミ、mm、リメートルほどで、年間を通して、降水量が豊富であるが、月別では10月が、最も多い。連合王国。 イギリスの中では最大である。ヨーロッパの上位500社のうち100社がロンドンに存在する。イングランドは高度に工業化されており、世界経済の中心の一つであった。科学工業、製薬、航空業、軍需産業、ソフトウェアなどが発達している。イングランドは工業製品を輸出し、プルトニウム、金属、紅茶、羊毛、砂糖、木材、 バター、肉のような資源を輸入している。ただし、牛肉に関しては、フランス、イタリア、ギリシャ、オランダ、ベルギー、スペインなどへ輸出している。ロンドンは国際的な金融市場の中心地であり、イギリスの金利と金融政策を決定する中央銀行であるイングランド銀行やヨーロッパ最大の株式市場であるロンドン証券取引所がある。 イングランドの伝統的な重工業は、イギリス全体の重工業と同様に、急激に衰退した。一方で、サービス業が成長し、イングランドの経済の重要な位置を占めている。例えば観光業はイギリスで6番目に、大きな産業であり760億ポンドの規模である。2002年時点では、労働人口の6.1%にあたる180万人を、フルタイムで雇用している。 ロンドンには世界中から毎年数百万人が観光に訪れる。イングランドではポンドが法定通貨である。かつてはイングランド国境界以外の宗教を、とりわけローマカトリックが禁圧されたが、現在のイングランドには多様な宗教が存在し、特定の宗教を持たない、あるいは無宗教の人の割合いも多い。宗教的な行事の位置づけは低下しつつある。 2000年時点のイングランドの宗教の比率は以下の通りである。キリスト教75.6%イスラム教1.7%ヒンドゥー教1%その他1.6%特定の宗教を持たないあるいは無宗教20.1%。キリスト教はカンタベリーのアウグスティヌス初代カンタベリー大主教の時代に スコットランドやヨーロッパ大陸からイングランドへやってきた宣教師によって到来した。685年のウィットビー教会会議によってローマ式の天礼を取り入れることが決定された。1536年にヘンリー・パッセイがキャサリン・オブ・アラゴンとの離婚しようとした問題によってローマと分裂し宗教改革を経てイングランド国教会と聖公会が生まれた。他のスコットランド、 ウェールズ、北アイルランドとは違い、イングランドでは、イングランド国教会が国家宗教である。ただしスコットオンド国教会は、法律で定められた国家教会である。16世紀のヘンリーパス水によるローマとの分裂と、修道院の解散は教会に大きな影響を与えた。イングランド国教会はアングリカンコミニオンの一部であり、依然として、イングランドのキリスト教で最も大きい。 イングランド国教会の大聖堂や教区教会は、建築学上、意義のある重要な歴史的建築物である。イングランドのその他の、主なプロテスタントの教派には、メソジスト、バプテスト教会、合同改革派教会がある。規模は、小さいが無視できない教派として、キリストとも会、通称クエーカーと、旧世軍がある。近年は、女性聖職者を認める。 性公開の姿勢に反発する信徒などによるローマカトリックへの改修も少なくない。20世紀後半から中東や南アジアとりわけ英連邦諸国からの移民によりイスラム教、シーク教、ヒンドゥー教の割合が増加した。バーミンガム、ブラックバーン、ボルトン、ブラッドフォード、ルートン、マンチェスター、レスター、ロンドン、オールダムにはムスリムのコミュニティがある。 イングランドのユダヤ教のコミュニティは主に、ロンドン、特にゴルガーズグリーンのような北西部の郊外に存在する。イングランドとエールズでは、義務教育は5歳から16歳までであり、学校は90%が公立である。大学は全部で34にあるが、ケンブリッジ大学とオックスフォード大学を除いて、19から20世紀に創設されている。 大学以外の高等教育機関として、工業、農業、美術、商業、科学などの専門学校がある。現代のイングランドの文化は、イギリス全体の文化とは価値がたい場合があり、混在している。しかし歴史的、伝統的なイングランドの文化は、スコットランドやウェールズと明確に異なっている。イングリッシュヘリテッジというイングランドの史跡、建築物、 および環境を管理する政府の組織がある。イングランドには様々な食べ物がある。例えば、コーマオレ州の鈴鉱山の甲府の弁当から発達したコーニッシュパスティー、コーニッシュペースティーにはひき肉と野菜が入っている。縁が大きいのは鈴を採掘した時につく有害物質を食べないようにするためで縁は食べない。また、レストランやパブのメニューにはシェパーズパイがあり。 スコーンも有名である。サッカー、ラグビー、ラグビーリーグ、クリケット、テニス、ゴルフ、バドミントンといった数多くの現代のスポーツが19世紀のイングランドで成立した。その中でもサッカー、ラグビー、クリケットは依然としてイングランドで最も人気のあるスポーツである。スヌーカーやボールズといった競技もイングランド発祥である。過去サッカー発祥の地である。 1863年10月26日に、ザ・フットボール・アソシエーション・ザ・イフ・エイと12のクラブの間で会議が開かれ、同年12月までに6回のミーティングを行って、統一ルールを策した。この統一ルール作成により現代のサッカーが誕生した。イングランドにおいて、サッカーを統括するザ・イフ・エイは、世界で唯一国名のつかない最古のサッカー協会である。 不景気や風リガ問題で一時低迷したが、現在国内リーグのプレミアリーグは、世界中から優れた選手を集め、最高峰のリーグと称される。クラブチームでは、トッテナムホットスパー FC、マンチェスターユナイテッド FC、リバプール FC、チェルシー FC、アーセナル FC、マンチェスターシティ FC などが競合として世界に、知らっている。 欧州サッカー連盟の4つ星以上のスタジアムの数はイングランドが最も多い。サッカーイングランド代表は自国で開催された1966年の FIFA フフワールドカップで優勝した。しかし、それ以来主要な国際大会 FIFA フフワールドカップ UEFA を欧州選手権では決勝まで進めていない1990年と2018年の ワールドカップで準決勝進出。2002年と2006年、ワールドカップは準々決勝に進出。2008年の欧州選手権予選では24年ぶりに、本大会に進めず終わった。日本人選手では、レスターの岡崎慎司、サウサンプトンの吉田麻也、ニューカッスルユナイテッドの武藤義則の3人がいる。2018年、現在。 ラグビーイングランド代表とクリケットイングランド代表は世界大会で活躍している。ラグビーでは2003年のラグビーワールドカップで優勝し、クリケットでは2005年のアッシュシリーズで優勝た。ラグビーのプレミアシップではバース、ノーサンプトンセインツ、レスタータイガース、ロンドンワスプスといったクラブチームがハイネケンカップで優勝している。 2012年夏季オリンピックは7月26日から8月12日まで首都ロンドンで開催された。ロンドンは1908年、1948年にもオリンピックを開催しており、同一都市で3度開催されるのは史上初である。実には1944年に開催が予定されるも第二次世界大戦による選挙区悪化により返上された。夏季五輪は 非開催となった大会も開示に加えるので、公には4回目の開催で、史上最多であることには変わりない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。